それではですね、お待たせしました、第1回、京大おもろトーク、アートな京大を目指して、まあ、これが全体 の、 あのテーマなんですが、その第1回目で、垣根を越えてみまひょか、いかにも面白そうなテーマでありますが、これから始めたいと思います。で、私は司会の中津と申します。まあ、京大の OB で、まあ、このアートな京大を目指して委員会のようなものがありまして、そこの委員をしております関係で、今日はちょっと司会をやらせていただきます。で、まずですね、この定談ということで、お三方の、お話で、話と議論で、まあ進めていくというような形になりますので、3人の方を紹介したいと思います。まずは皆さん、もう本当にあの紹介するまでもないと思いますが、山際総長、京都大学の総長で、かつもうゴリラ学の権威としてよく知られております。それからその隣が土佐直子教授、京都大学の教授で、メディアアーティスト、まあ、あとご本人がそれぞれの話の中で自己紹介されると思います。それからもう一つ向こうは、狂言のですね、大倉流狂言の、茂間千三郎さんなんですが、いらっしゃいません。もう始まってるんですが、送られて来られるのかというふうに皆さん思っておられると思いますが、この謎は、まあ、後で、おいおい解き明かされるということでございます。さて、それでですね、京大おもろトーク、アートな京大を目指してということなんですが、アートの京大を目指してとは、まあ、何だろうということで、まあ、そういうこともあって今日は非常に多くの方に来ていただいているんだと思いますが、私自身もまあそういうことで、京大出身ではありますが、京大はアートというのはアートの学部とか学科というのはございませんので、その京大がアートな京大を目指すというのはどんなことだろうと、私自身も非常に興味を持って、これから聞かせていただきたいと思いますが、具体的にどういうふうなことを今日ですね、まあ、あのお三方にお話しいただくかというと、まあ、アートの起源ですとか、アートとは何かとかですね、まあ、現代におけるアートの意味とか意義とか、それから京大にとってアートとは何かとか、そういうことなんですが、まあ、この京大おもろトークはこれから今年4回やっていきますので、今日全部答えが出てしまうとですね、もうこれ以降やる必要はありませんので、今日はもうその取っかかりということで、ともかく議論を盛り上げていこうというふうな形で、ぜひこう議論が盛り上がるような方向にやっていっていただきたいと思います。それからもう一つはですね、あの聴衆の方は単にあの聞いていただくだけじゃなくて、インタラクティブの形で議論に参加していただくということを期待しておりますので、最後の30分は聴衆の方も議論に入っていただいて、単に質疑応答じゃなくてですね、議論に入っていただくという形でこう盛り上げて終わりたいというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最初に山際総長の方から口火を切っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは。山際でございます。ちょっと花粉症をこじらせまして、少し声が悪いので申し訳ございません。あの去年総長になって以来ですね、京都大学でおもろいことをやりましょうっていうふうにあの呼びかけてきました。でこのおもろいこととアートっていうのは相性がいいんですね。でおもろいことは何やってよく聞かれますから、じゃあまずはその相性のいいアートからやっつけてみようかというふうに思いました。でアートっていうのは軽々と垣根を越える力を持ってるというふうに思いました。じゃあその垣根って何やと言われたら、私にとっての垣根はこれでございますゴリラ。人間に似て人間にあらざる動物がおります。でこれが私の垣根、私の学問はこの垣根を越えて向こう側から人間の世界を眺めるということを長年やってきました。だから自分では垣根を越えたつもりなんですが、越えてないかもしれない。でそのあたりがアートのうごめく領域だろうと思っておりますので、そういうお話をしようと思います。
で、私の考えでは、まずアートっていうのは見えないものを形にする装置ではないかなと思っています。これは後から議論していただきたいんですが、それとさっきも言ったように既存の垣根を越える力を持つ。しかし、ここからが私の学問の面白さ。誤って垣根を越えると由来を間違えて解釈をすることになる。その一番いい例がドラミングというゴリラの行動なんですね。これ19世紀のアーティスト、まあ、絵描きが描いたゴリラのドラミングです。非常に獰猛に描かれています。そして右側のイラストではゴリラが人間を襲うイラストが描かれています。まだゴリラをこの目で見たことのないヨーロッパの人たちはゴリラというのはこういうものだと思った。そしてこれでこの絵で垣根を越えられると思ったわけです。そしてその言説はこういうポスターやキングコングという映画になって100年以上も伝えられました。で、そもそもゴリラが凶暴だ、戦い好きだというふうに人々が考えたのはゴリラがこう二足で立って胸を叩くという行動をしたからなんですね。これを最初に見たヨーロッパの探検家は宣戦布告だというふうに解釈をした。でもそのことによって実はチャールズ・ダーウィンによってアフリカにいるゴリラっていうのは人間の祖先に一番近いと言われて、人間の昔の祖先たちはゴリラと共通の祖先を分かち合う。実はその共通の祖先というのは今のゴリラと同等なあるいはそれ以上の強大な攻撃力を身に秘めた人物だったに違いないという誤った解釈がなされた。それは誤って垣根を越えたがゆえに人間自身の由来を間違って解釈をした結果なんです。でこれは皆さんひょっとしたらご存知かもしれませんが、2001年宇宙の旅の冒頭に映されている、夜明け前というシーンが、右側の上下の写真を見てください。これは人類の祖先が昔それまで暮らしていた熱帯雨林から離れてサバンナへと足を伸ばした時に狩猟を始めた。でその狩猟を始めるのに近くに転がっていたキリンの大腿骨を使って動物を殺すことを覚えた。そして下の写真は人間の集団同士が水場を争っていて、それまで獲物を殺すために使っていたキリンの大腿骨を今度は人間同士が戦う武器として使い始めて、人間はさらに道具によって自らの凶暴性を表現力として高めたっていう一つの構図があるんですね。まさに狩猟によって人間は攻撃力を高め、そして武器によってそれをだんだんと人間の社会を律する形に仕上げていったというのがこのストーリーなんです。それが現在だというのが2001年宇宙の旅でした。そしてそれはアメリカの劇作家ロバート・アダレによって瞬くうちに世界に広がったわけです。いまだにそのストーリーを信じていらっしゃる方々は多いと思います。で そもそものきっかけは人間の祖先は強力な攻撃力を持って生まれたんだという誤った考えなんですね。それはゴリラのドラミングを誤解したところから来ていると私は思います。ところが実際にゴリラの群れの中に入ってドラミングを見てみますとそうではないかと。午後食事が終わると群れのメンバーはみんなでお昼寝。ああ気持ちが良さそうリーダーのシルバーバックは起きています。うわー大きなあくび。でも眠いわけではありません。何か緊張している時のサインです。群れに何者かが近寄ってきていたのです。群れのメンバーも気づいておきました。
侵入してきたのは別の群れのオス。メスを奪い取ろうとやってきたのです。群れに緊張が走ります。群れのリーダーは胸を叩いたり木を揺すったりし始めました。これ胸と書いてますが誰も襲ってないんですよ。俺は強いんだぞ。直接戦わず強さを見せびらかして相手を追い払おうとしているのです。これがゴリラの争いのルールです。自己主張し合う、それはむしろ戦うためのプレイングではなくて戦わないための自己主張。動きは激しさを増していきます。このままでは取っ組み合いに発展してしまうと思われたその時です。一頭のメスがリーダーに近寄り体を触りました。リーダーの気を沈めているのです。まあまああなた少し落ち着きなさいよ。メスのおかげで戦いにはならず1時間ほど後侵入者は立ち去りました。屈強なオス同士が向かい合っていざ戦わんというふうに見せかけておいて、でもその間を子供を持ったメスが引き分けて、そのメスの提案にいいガクガクと屈強なオスたちが従う、そういうのがゴリラの社会の部分、その自己主張にドラミングが使われるわけです。もう一つお見せします。ゴリラの行く手には巣立って間もないフクロウ、もう自由に飛ぶことができます。ゴリラがフクロウに気づいて近づいてきました。確かにゴリラのオスというのは強大な力を持っていますが、それを見事にコントロールしていろんな相手と付き合う。こんな時同じ類人猿のチンパンジーならすぐに捕まえて殺してしまうこともあります。ゴリラは一体どうする。ついにゴリラが手を出しました。そのコントロールの仕方というのは実はアートの源泉なんです。私は思います。そーっと指を伸ばして撫でようとします。あ、触れた。大成功。この時にゴリラは作るの側に立って考えて、胸を叩くドラミングは興奮の表れ。この時胸叩くんです。これはもう楽しくてしょうがない、興奮しきって。ゴリラはフクロウの反応は面白くて仕方がないようです。決してフクロウを傷つけるようにはしません。自分とは違う動物に興味を持ち遊び相手にしてしまう。ゴリラの遊ぶ能力はこんな形でも発揮されます。これ興奮してる、楽しく、そういう風に自己表現としてるようなことで、ですからゴリラのドラミングというのは決して戦争の危機ではなくて、事故の停止、状況の変化、興奮と好奇心、遊びをさせる、いろんな局面で使われるコミュニケーションというのがで、これ真ん中に赤ん坊があります。赤ん坊の時から胸が入ってるわけですね。人間の言葉のように相手と離れてコミュニケーションをする大切な道具なんです。で、二足で立って相手の正面を向くという行動は実はゴリラだけではなくてチンパンジーであります。これチンパンジーのオスが自分の強さを周囲のものに示して、自分の社会的地位をみんなに納得してもらっていることなんですけども、これゴリラのドラミングと全く同じ行動なんですね。そして面白いことにこの方法は人間にもあります。これは歌舞伎の見栄です。これ全く同じ姿勢なんです。私はゴリラでびっくりしました。ゴリラのチンパンジーの人間をオスが男が同じ姿勢をとるじゃないで、この姿勢には多分同じ由来があるに違いないと思いました。これを単に現代的なところに比較をして誤解をしてしまったのがゴリラのドラミングでした。
正しくその理解を求めればこれは自己不信なんだなというふうに思い当たる。そこから人間社会を流れ回してみると心の面白さまだあります。これはゴリラが自分を相手に定義するのに良いと伝わっているものなんです。もうこれはやっぱり相撲と一緒なんですね。相撲というのも一種 の完成された芸能です。で、ね、ゴリラでもないように人間ナツローキングといってね、拳の体を握って指の背をつけて仕切りをしているわけですよ。こんなこと本当はする必要ないじゃないですか。だけどいかにこの形の美しさを表現しようかというときに、やはりよく似た由来を持つゴリラとよく同じような形式を取ってしまうというのは、やはりこの2つというのがよく似ている体をと思う。よく似ているというのは身体が似ているというだけではなくて、社会を持っている構えが似ているというふうに思っています。だから、まあ、アートの起源というのは先ほど私の感想を言ってしまうと、自己主張感、そして自分とは違うものに表現することによってそれを表現したというのがそもそも始まりなんじゃないかなというふうに思います。さて、ここでですね、実際にこのゴリラと人間の垣根を越えてそれを芸能として表現をした千三郎さんを呼んでみたいと思います。千三郎さん、ぜひ顔を出してください。
れがしゴリラでござる。人は人間では遅くをござるがこれほどよります。で終わられたのでお答えしなくてはならないのでしょうが、その前に土佐さん の、はい、あの発表をお聞きした後で、あ、すいません、定談の中で、あのこの麺は取っていいんでしょうか。あの、はい、そのままかぶり続けられると人間に戻ってください。はい、あのじゃあちょっとあの自分の顔を出させていただきたいと思います。すいません。どうぞお話しください。